車好きあるある。インディ500や F1 グランプリで日本人が優勝したり、ホンダが優勝してもほとんどニュースにならないことに憤慨している。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。いや、F1 オーストリアグランプリ、ホンダすごかったですね。いや、本当にね、おめでとうございます。いや、本当にね、素晴らしい快挙でした。メルセデスのね、連勝記録がついに途絶えるというね、素晴らしいですね、ホンダ。頑張ってくれましたね。しかしどうよ、ホンダは日本の誇りですよ。もっと報道してくださいよ。日本のメディアさん、もっと報道して。ニュースをしてもね、ちょこっと放送して終わりってどうよ。どうよ、ほんとおかしくない？もう今日はね、俺ね、もう私ね、新作の部屋だけで言わせてもらう。もう今日はもう言わせてもらうわ。もう日本のプロ野球とかサッカーとかメジャーリーグもさ、それ大事だけど、すごい大切だよ。でもね、誰がトレードしたとか移籍したとか移籍金がいくらとか、そんなもんで特集を組むレベルかいな。おい、ちょっと日本のメディアよ、車好きを敵に回すと恐ろしいぜ。どんだけいると思ってんだ車好き、この日本の中に。いや、 e スポーツを盛り上げるって言うけどさ、まずはモータースポーツから盛り上げようぜ。モータースポーツは最高だぜ。モータースポーツは乗り物好きの人生だ。頼むわ、日本のメディアさん、もっとモータースポーツ放送して、本当にお願いします。どうか、何卒、よろしくお願いいたします。はい、日本のメディアさん頼むよ。もっともっと、モータースポーツを放送して！はい、ということでやってまいりました。グランツーリスモスポーツの時間です。はい、ということで、今日はですね、ちょっと車を買おうと思うんですよ。で、アップデートがね、前回あって、いろいろ買う車がいっぱいあって、ちょっといろいろとね、収録が追いついてないんだけど、前回このレッドブル X2019 で、最高速がいくら出るのかっていうチャレンジをしたんだけど、今日はね、もうレースも何もしない。今日もレースはしないんだけど、今日はですね、車をまじまじと、じっくりと、音を聞いて楽しんで、車の挙動を楽しんでいくっていうパートです。はい。ということで、早速ね、ブランドセントラル行きます。よーし、やってきたぜ。ブランドセントラルだ。ディーラーですよ、ディーラー。さあ、一体、昨週マッハは何を買うのか。そう、何を買うかもう決まってます。はい。サムネにも書いてありますんで、間違いなくその車を買います。これで、今日ランボルギーニとかフェラーリ買ったらちょっとよろしくないからね。はい。ということで、今日はね、トヨタのディーラーに行きましょう。皆さんの家の近くにも必ずあるトヨタのディーラー。いいですね。はい、トヨタのディーラー行きます。さあ、昨週マッハ久しぶりに国産ディーラーに行きますね。よし、来ましたよ、ショールーム。いいじゃないか、いいじゃないか、このスプリンタートレノ最高だ。いや、そうじゃなくてね、これですね。はい、600万円。このスポーツ800。トヨタスポーツ800という人は少ないんじゃないでしょうか。もうヨタ8です、もう。これはヨタ8以外考えられない。で、ここのね、下の、メッセージも書いてますけど、エンジン音がね、ちょっとパラパラ、パタパタ、パタパタするんですよ、これ。だからそれが再現されてるかっていうのを、ちょっとやっぱり聞きたいわけですよ。やっぱり車好きとしてはね。はい。こういうふうにいろいろ書いてて、徹底したシンプルさなんですよね。いやー、これ美しい車ですよ、これ本当に。ね、本当。600万円っていうのはね、なんか、いいですよね。はい、これですね。ヒューパタパタ。うん。ヒューパタパタね。これが本当にそういう音がするのかっていうのが、ちょっと今日の検証と言いつつ、普通に楽しむレースじゃないけど、普通に VR で楽しむっていうのが今日の目的です。そう。VR に乗るんですよ。久しぶりの VR。もう超久しぶりの VR ですからね、このヨタ8。はい。で、僕もね、ヨタ8の内装っていうのは見たことないので、そのヨタ8の内装を、皆さんと一緒に見て、ワイワイガヤガヤしながら言えればなと思います。はい。これグリルの部分マジでやばいな。あれ虫とか普通に入ってしまうね、これね。はい。ではね、早速この国内レースで伝説となったこのヨタ8。ね。ライバルはホンダ S6 ですけども、私はヨタ8の方が好きです。はい。この超軽い、この空気抵抗も少ない。そう、この伝説のヨタ8を今日買いたいと思います。よろしくお願いいたします。いや、これ色どうするかよ、色。色めっちゃ迷うな。でもどう考えてもこっちの方がいいな、ヨタ8な。よし、今日はこっちに買おう。こっちのレッドの方ですね。そっちの方がいい。シルバーメタリックよりもレッドの方がなんかヨタ8っぽいからね。はい。今日はこちらを買いたいと思います。600万円。安い買い物だ。よし、ゲーム内クレジットしよう。クレジットカード決済。昨週マッハ様、ありがとうございます。こちらにサインをご記入ください。カリ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 。シュッ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 。はい、サイン終わったぜ。納車だ。よし、やってきたぜ。ヨタ8だ。はい。どうですか？まずは360度見てみましょう。
まあ、懐かしいですね。懐かしいタイヤですね、これね。で、ドラムブレーキがついてますね。いやー、いいですね。そしてこの丸いこのフェンダーミラー。これがね、また歴史を感じるいい車になってるわけですよ。まあ、コメントでもいただきましたけどね、元愛車っていう方が何名かおられました。すごいですね。すごいですね、本当に。いやー、かっこいいですよね。こういうのガレージに1台止まってたら、もう絶対車好きやん、ここの家の人ってなるよね。ナンバー今だったらこれ絶対1800にするのかな？どうなんだろう？もしこれのオーナーさんとかやっぱりナンバー800番にするのかな？どうなんだろうね。ただやっぱこういうね、古い車って言うと失礼だな。旧車ってさ、やっぱりナンバーがさ、まあ3ナンバーとかでもそうだけどさ、300台っていうナンバー嫌だよね。なんか昔の33とかであってほしいね。品川33とか、神戸33とか、横浜33とかね。323334とかね。そのナンバーであってほしいな。もちろんこの車で、品川393とかでもいいんですよ。いいんですけど、やっぱりね、もちろん3ナンバーじゃないけど、これは、だからやっぱりそういう2桁ナンバーの方が似合うよね。はい。よし。まあ、そんな感じで、ちょっと保存してきます。しっかりと保存してきますよ。よーし、やってきたぜ。ヨタ8のデビュー。はい。早速買いました。600万円でね、ヨタ8を買いました。いやー、いいですね。パブリカスポーツ。素晴らしいじゃないですか。この超軽量構造と空気抵抗の少ないこのヨタ8で、レースをすればどんなレースになるのかね。まあ、レースの時はレースのパートでやりましょう。いや、本当にね、楽しみですね。いやいやいや、でもこの色で正解ですよね。まあ、シルバーメタリックにされてる方もおられると思いますし、まあ、この赤色と、まあ、赤色で乗られてる方もいますし、まあ、おそらく、まあ、リバリーでいろいろ色を変えられることもできますけど、いや、まあ、本当ね、実際に元愛車と、まあ、おっしゃってた皆さんは、一体何色で、乗られてたのか非常に気になります。はい、よければ教えてください。いや、懐かしいですね。今日は浮谷藤次郎さんになろうかな。いや、そうだな。やっぱりなりきるしかないな。はい。ということで、まあ、そんな冗談を置いといて、今日はですね、このトヨタスポーツ八白、あ、八白って。ごめんなさい。八白って。このトヨタスポーツ800、このヨタ8で、今日は VR で、楽しんでみたいと思います。まずは普通にちょっと走ってみて、内装とかを普通に見て、その後に VR に切り替えて、まあ、最後遊んでいきたいと思います。エンジン音、パタ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 言うのか、楽しんでいきましょう。この調子でスバル360とかなんか追加されて面白いね、これね。はい。では、早速、いきたいと思います。さあ、やってきましたよ、皆さん。VR ツアーの時間です。いやー、いいですね。ヨタ8が目の前に止まってるわ、これ。うわー、すげえすげえすげえ。うわー、開けたいな、ここのドア。開けたいな。でもこれ、今みたいな力でやったらバキっていきそうな感じする、これ。いやー、懐かしいですね。まあ、懐かしいってこの車乗ってないんだけど。いや、すっげえなー。こんな感じだったのか。いや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 、結構これ、ね、オーナーさんからしたら結構これ感動なんじゃない？これ。いいですね。そしてこれフェンダーミラーよ、これ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとボタン間違えてた。久しぶりだからちょっと間違えてたわ。どうですか？僕映ってますか？まあ、映ったら怖いけどね。はい。いいですね、ここね。で、ホイールですね。ホイールこんな感じ。はい。これは何インチなんだろうね。これ10、15ぐらいか？ 14 かな？ちょっとわかりませんが、まあ、それぐらいなんでしょう。はい。いやー、ね、懐かしいな、このウインカーがまた。すごいな、ヨタ8やわ。これガレージに止まってたら絶対なんか、おって思うよな、これ。こういう旧車を持ってる人って結構本当に車好きだからな。並大抵の車好きじゃないと普通買わないし、維持しないからね。これもうガチもんですからね。この旧車をガレージに入れる車好きっていうのはもう完璧な、もうガチ中のガチですよ。すごい。僕よりも上行ってるから、それは。すごいね、これ本当に。これエンジンルーム開けたいな、これ。ちょっとエンジンとかマジで開けたいんだけど。いやいやいや、すごいな。これ今市場価格ではいくらぐらいするんだろうね。実際これ600万で売ってたから600万円ぐらいするの？これ。もっと高そうな気するけどね、これ。で、フォルツァじゃないけどさ、この VR でここで開け閉めできたらいいと思わない？最高だよね、そういうのがあったらね。で、これインチは前後一緒かな？一緒ですかね？ちょっとさすがにね、これ、タイヤちょっと見えないんですよ、文字。どうなんだろう？皆さん見える？見えてないよね、やっぱり。これ、ゴーグルがほんとね、4K 画質になったらもう神なんだけどな。はい。で、リアですね。リア。かわいいですね。トヨタスポーツ800ということで。まあ、もし自分がまあ、この車に乗るんだったら、ナンバーは点々点8番にするわ。あえて800とかにしなくて、まあ、ヨタ8の8。
にするかな。無限大の鉢、そして末広がりの鉢みたいな感じでね。うん、いいですね。いや、もうこのトランクに入りたいわ、これ。あ、いいね。トヨタスポーツ800ってこれエンブレム入ってるわ、これ。いいやん。これ非常にいいやん、これ。いいね。この鍵のところにちょっと自分が映るかと思っちまったわ。はい。これまた歴史のあるウインカーというか、なんというか、すごいね、これね、ほんと。後ろから見たらこんな感じなんだね。へぇー。すごい。じゃあ早速ね、ちょっとこの内装っていうか、なんかね、入っていきたいと思います。いや、でもこれ駐車場にこれ止まってたら、やっぱりね、おって思うよね。まあ、若いね、若い男の子でも女の子でもそうだけどさ、こういう旧車止まってたら、まあ、いかにもね、見た感じ安く見えるじゃん？あ、安そうだな、みたいな感じで思うけど、誤解しないでね、本当に。まあ、特に 2000GT とかもそうだけどさ、ハコスカとかもそうだけど、舐めてちゃダメよ。本当に普通の大衆車の国産高級車なんか普通に買えるからね、マジで。本当にね、見くびらないようにお願いします。まあ、車好き以外はこの動画見てないか。はい。一人で勝手に話進めてるわ。はい。もうほんとね、普通に考えて車好きがこういう車見たら、うわーってなるよね。多分普通の人だったらね、ここにこう信号待ちしててもね、普通の人だったらね、あ、今日何食べる？うん、いいよね。タピオカ飲む？うん、そうだよね。みたいな感じでこういう風にね、普通に行くけど、これ車好きだったらさ、あー、今日もいい車、お、え、あ、うっそーみたいな。すぐスマホ、出して。で、ちょっとオーナーさんにアイコンタクトして、OK みたいな感じで。そしたら向こうが、OK よみたいな感じしてくれたら、パシャパシャパシャみたいなね。はい。はい、そろそろ作劇場終わります。ありがとうございました。ではでは、ちょっと VR ドライブでちょっと内装をね、しっかり見ていきたいと思います。まあ、さっきと同じコースでいいでしょう。もちろん、昼間ですね。夜見たらちょっとわけがわかんないので、これでいきたいと思います。では、相手の車何になるんだろうね。D の 246GT。さすがにこの D のには価値では負けるわ。これ、今 D のいくらすんの？今7000万ぐらい？それぐらいかな？ 7、8000万するかな？なんか数年前に見た時はなんか5、6000万ぐらいだったんで、なんかもっと上がってそう。まあ、あと数年したら D のも1億円ぐらいするんだろうな。いや、懐かしい音してたよ、今。はい。じゃあ、ちょっとね、D のをちょっと先送りますよ。おー、すげえ。いや。まぁ、ちょっとレースはいいか。うわ、すげえ。とりあえず3周するのね。おー、D のが行ったわ。D のフェラーリが行ったわ。フェラーリ D の。すげえな。おー、テレビ局来てるぜ。テレビ局来てるぜ。俺映せよ。しっかり映せよ、おい。おい、頼むぞ。俺映せよ。かっこよく映せよ、おい。よし、はい。そんなことどうでもいいわ。ではですね、今からちょっと、路肩に止めてね、ここに止めてるとちょっとね、パトカー来たらちょっとやばいんで、ちょっとね、合流するところでもダメだけど、ちょっとこの辺ちょっと止めてね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。いや、でもちょっとね、これ今普通に思ったんだけど、エンジン音が非常にいいな。ちょっと一旦ね、エンジン吹かします。あー、でもそこそこ。あー、いいですね。やっぱりこれいい音すんな。ブルルルルルみたいな、なんか、はい、すいません。走行距離が0キロ。これはさすがにメーター改ざん車だな。いや、ほんとすごいね。これ、インパネは、本当にこの順番で合ってるんですかね。なんかコメントでも、ちょっと透過率が、なんかいろいろちょっとね、元オーナーさんが、なんかいろいろとおっしゃってたんですけど、これはどう、これは一緒なのかな。さすがに僕もね、インパネまでは詳しくないんでね。でもこの辺の通常木目調だったりスポーツカーだったりカーボンだったりするところが結構もうアルミむき出しなんですね。すごいな。サクシューマハえらい曲がり方してんな、肘。大丈夫？あとは、まあフェンダーミラーですから非常にね、これ後方視界もいいですね。これ見やすいですね。で、ルームミラーはまあこちらにありますと。よく映るな、これ。まあ映るか。後ろ何もないですもんね。ヘッドレストも何もない。だから長時間乗ると結構きつかったりすんのかな？で、ドアは、まあ、ぐるぐる回して開けるドアですよ、と。うん。すごいですね。これかなり価値あります。ルーフは本当にこんな感じで、あれなのかな。ちょっと今普通に触ろうとしたらごめんなさい。これ普通にこんな感じなのかな。そう。いいですね、これね。ちょっと今、まあ、一足に入ってると思うんだけど、あとはちょっと、これが、ワイパーとか、まあ、その他スイッチだと思うんだけど、ちょっと詳しくはわかりませんね。うん。はい。ということで、一旦ちょっとね、走ってみましょうか。ああ、非常にいいですね。
おー、すごいね。やっぱレトロですね。なんか非常にね、なんか、まあもちろんなんかレースをしてるっていう感じにはならないね。普通になんか、普通に東京の街をこう流してるみたいな感じに思うけど、いや、いいですね、これ。おー、ディーノ・フェラーリ来た。 おい、やってくれんな、ディーノ・フェラーリ。おい、めちゃくちゃ面白いじゃないか。どんだけ蛇行運転してんねん、おい。ちょっと、このヨタ8の伝説なめんなよ、おい。フェラーリだからって、お前ちょっと偉そうにすんなよ。こっち、お前、日本の誇りだぞ、おい、てめえ、この野郎。おい、フェラーリ、おい。イタリアの歴史ある車かもしんないけどさ、おい、フェラーリさんよ。こっちはトヨタだぜ。ヨタ8だぜ、おい。ちょっと、ディーノさん、ちょっと前行かせてくれる？ちょっと、パパ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 
面白いなこれ。すげえな。ちょっと普通にちょっとディーノフェラーリと勝負するのもいいけど、普通に走りたいっていうのが僕自分の個人的な意見ですね、これ。ちょっと普通に流そうや、普通に。まあ、こんな感じで、あ、でもいいですね、これ。はぁ。いいやん、これ非常にいいやん。なんか普通に追い越し車線と走行車線を走るディーノと、まあ、ヨタ8みたいなね。こいつ指示器も出さずにいろいろ進路変更してやがるわ。こいつ交通違反だな、これ。どんなやつが運転しょー、ちょっとおいおいおい、幅寄せすんな、おい、ディーノ、おいおい、ちょっと今7000万するからって、お前、ちょっと調子乗んじゃねえぞ、お前。今めっちゃ音声あれだろうな、ごめんなさい、すいません。ちょっと鼓膜に気をつけてください。いやー綺麗だな。ちょっとこの辺で D の置いとこうか。あーでもいいね、やっぱりいいね。あー懐かしい懐かしい。いややっぱこの時代の車っていいね。逆にまあ、スバル360とかだったらもっとパパンパパンスパパンパパンスパパパパパパパンとかって言うんだけど、そこまでじゃない、やっぱりね。これはまああくまでもバタ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 ヒューパタパタですからね。でもそこまでバタバタとかではないね、これね。いやー結構いい車じゃない、これ。いいやん、これいいやん、結構いいね。これちょっと好きかもしれんな。これちょっとまたカスタムしてレーシングカーにしたいね、これね。見てこのワイパー、このワイパーよ、シルバーのワイパー、これがまた歴史あるな。まあメルセデスベンツとかもね、昔は560SEL とかね、あの時代の車っていうのは結構こういうシルバーのね、まあワイパーがついてたり、まああの頃のねベンツっていうのはヘッドライトにもねワイパーがついてたんですよね。あれ結構ねすごいなと思ってた。あれは革新的だなと思ってたけど、まあ今となってはね、ヘッドライトにワイパーがついてるっていう車なんかもう見ないよ、ほとんどね。うん、だからそういった面では昔の S600 とか、560SEL とか、まああいったクラスっていうのは非常にいい車ですね。歴史ある車。実際にウインカーじゃないわ、そのヘッドライトについているワイパーが動いているところ、俺は見たことがないけどね。うん、いやーでもいいですね、これ非常にいい、走りやすいです。しかもなんか意外とね軽い、超軽量なんだけど、コーナー曲がるときに結構アウトに膨らんだりしないもんね。綺麗に曲がってくれる。本当に綺麗に曲がってくれるんで、これはね、いい車だと思いますよ、本当ね。で、トンネルでシフトダウン。ああ、いい音すんじゃん。いやー、これはね、いい車です、本当にね。うん。助手席とか足回りがめっちゃ広い。これは結構すごいんじゃない？で、これね。これよ。これよ。たまらんね、これ。はい、シフトダウン。セカンド、一速ロー。いや、たまらんね、これは。リバース入れて。いや、いいね、これ。なかなか、クラッチもちゃんとあるしね。まあ、クラッチはさすがに踏んでるっていう、あれがないけどね。はい。素晴らしい、いい車です。ありがとうございます。G20 も終わったな。はい、終わりましたね、先輩。まあ、首脳会談が終わったとしても、この東京の街の治安を守るのは、俺たち警察官の仕事だ。いいな。はい、先輩。私、先輩に一生ついていきます。ありがとう。さあ、どんな事件が起きても、必ずこの町の平和と安全を守り抜いてみせる。それが俺たちの仕事だ。はい、先輩。ピーポーポー、無線だ。
本部から各局、本部から各局、ただいま警視庁管内、東京首都高を銀座方面に向かって1台のスーパーカーが逃走中、かなりの速度を出している模様、付近の PC はすぐに応援されたし、繰り返す、警視庁管内、東京首都高、銀座方面に向かって1台のスーパーカー逃走中、現在追尾を振り切って1台逃走中、付近のパトカーすぐに応援されたし、こちら警視庁39了解。来たな、またスピード違反か。この東京の街の治安を必ず守るぞ。いいな。はい先輩。来るぞ、奴は必ずここを通る。俺たちが手柄を立てて金一分をもらうぞ。はい先輩。来た、いけ、あいつだ、よし、いけ、来たぞ。フェラーリディーノじゃねえか、おい、最強のスーパーカーじゃねえか。はい止まりなさい。おい、全然加速追いつかんぞこれ。先輩、なんとか追いつきましょう。分かってるよ、黙ってろ。おい、前の車、おい、銭形のとっつぁん並みに襲うじゃねえか、これ。おい、ちょっと待て。おい、よし、付近の車、道を譲ってください。進路を譲ってください。緊急自動車通ります。道を譲ってください。どこに行った？あいつ、早いぞ。結構早いぞ。気をつけないと逃げられる。はい、わかりました。警視庁39から本部、現在マルタイの車両発見、し、現在、銀座方面、東京首都高銀座方面に向かって逃走中、現在追尾中です、が1台ではちょっとダメです、付近のパトカーすぐに応援お願いします。高速のランプすでに封鎖完了ですか？どうぞ。高速のランプすぐに、封鎖をいたします。警視庁39そのまま追尾してください。了解。よし、強制停止するからね。強制停止したらお前すぐ助手席から出て早くエンジン切れよ。フェラーリ 246GT の。はい、わかりました。はい、止まりなさい。 246GT フェラーリ D の、直ちに止まりなさい。まもなく追いつきます。本部、警視庁39から本部、強制停止してもよろしいでしょうか？警視庁39、強制停止願います。了解しました。はい、止まりなさい。フェラーリ D の、前のフェラーリ D の止まりなさい。ナンバー品川、246、止まりなさい。品川、ピー、246、止まりなさい。よし、OK、強制停止する。OK、強制停止。フェラーリ 246GT、止まりなさい。フェラーリ 246GT、強制停止します。OK、ニューヨーク市警で鍛えて俺の腕を見よう。OK、いいぞ。よし。さあ、止まりなさい。フェラーリ 246GT、止まりなさい。フェラーリ 246GT。はい、いい加減に。危ないよ、事故する前に止まりなさい。フェラーリ 246GT、事故する前に止まれ。はい、周りの車、緊急自動車通ります。道を開けてください。フェラーリ 246GT、止まりなさい。事故する前に止まれ。よし、OK、平行。OK、強制停止します。OK、よし、OK、どうだ、強制停止。OK、止まった。よし、犯人逮捕だ。よしよし、ちょっと待って、犯人逮捕。よし、犯人逮捕や。OK。よし、早く、助手席降りていけ、早く。はい、わかりました。すぐ行きます。OK。よし、強制停止。まだ逃げようとしてます。警視庁39から本部。パトカー体当たりしました。早く乗れ。はい、すいません。いいか。ここを抜けるともう警視庁の管轄から外れちまう。なんとかここで強制停止するんだ。さっきは逃げられちまったかな。はい、わかりました。次こそお前すぐに降りてすぐ D のフェラーリのエンジン切れよ。はい、わかりました。やつは必ずここを通る。警視庁の管轄外ということを知っている。いいか、頼むぞ。はい。来たぞ。来たか。よし、来た。あいつ、オッケー。封鎖するぞ。止まれ。よし、オッケー。封鎖、よっしゃ、オッケー。おら、どこ行った。後ろ。封鎖。仲間のパトカーすぐ来い。よし、来い。封鎖。あ、突破。よし、くそ。やばい。管轄前に逃げちまうぞ。警視庁39から本部、逃走されました。突破されました。管轄、まもなく警視庁管轄から抜けてしまいます。ここからはやばいです。
警視庁39、警視庁39から本部、応答してください。本部、本部、間もなく追尾打ち切りの可能性があります。いや、なんとかしてこいつは必ず捕まえるんだ。よし、いいか。頼むぞ。これで、頼む、なんとか。はい、止まりなさい。前のフェラーリ 246GT 止まりなさい。ディーノフェラーリ止まりなさい。ここでイントルか。よし、ディーノフェラーリ。よし、あおっと、オーバーした。おい、ディーノフェラーリ。あ、ちょっと待って。左。よし、オッケー。ディーノフェラーリ、後ろついた。ディーノフェラーリ。よし、後ろついたぞ。よし、オッケー。よし。ここで、追尾。よし。今後ろ。警視庁39から本部。間もなく。おっと、つあー、くっそー。逃げられました。警視庁39から本部、管轄外逃げられました。ここからは葛飾署、亀有公園前派出所に任せます。ダメだ。皆さん、お疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。いや、なんというか、まあ、一番の感想は、ヨタ8超走りやすい。やばいですね。何回かさっきの首都高のコース走ったんだけど、結構アクセルベタ踏みのまんま綺麗にコーナー曲がれるね。インコーナーとか綺麗にインをついてめっちゃ曲がれる。アウトサイドに膨らむようなあれがないわ。普通にね、アンダーになって外側の壁にぶつかるとかいうの全くない。結構運転しやすい。てかこれ相当運転しやすいじゃない？これ N100 で言えば。すごいね、マジで。いやいや、ということで皆さん、いや、今日はね、いろいろお楽しみいただけたかなと思います。お楽しみいただければ、幸いでございます。今日はですね、この N100 のちょうどこれですね、ヨタ8。ヨタ8で、まあ、VR で乗ってみました。一体どんなエンジン音がするのかということで、どんな内装をしているのかというのをチェックするために VR で乗りました。非常に楽しく、非常に運転しやすい、いい車だなと思いました。はい。ということで、次回もしかするとこのヨタ8がレーシングカーになってレースをするかもしれません。はい。ということで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新柵の部屋の柵でした。またぜひともよろしくお願いいたします。